今日のクレオちゃんです。こたつに入ってたらお腹の上に乗られました。多分お腹の上もあったかいし、こたつの中もあったかいしで十字気持ちいいんですかね。たくデブではないんですけど、まあ、こたつがねあったかいって分かってくれてよかったですね。ちょっと寒い県に住んでいるんで、あったかいところを自分で見つけてくれるのはありがたいです。一応エアコンとかもねつけたりしてるんですけど、まあね高いんで、まあ、なるべくこたつつけてるときはこの辺来てくれると電気代節約になっていいかな。個人的には嬉しいですけど、まあ、この後いっぱい遊んであげようかなと思います。ちょっとね買い物とかに出かけてて一人にさせちゃったんですけど、かなり寂しがり屋なんでね、帰ってくるとすぐ寄ってきてゴロゴロ行ってるんで、一人の部屋なんですかね。多分ちっちゃいからなのかなとは思ってるんですけど、ちょっと大人になってくれば一人も慣れてくれるのかなと思いますけど、皆さんのお家の猫ちゃんはどうでしたかね。子猫の時とかやっぱ寂しがり屋ですかね。アビシニアンはなんか寂しがり屋な子が多いっていう、なんか甘えん坊な子が多いっていうんで、まあ、それもあるんでしょうけど、ちょっと慣れてもらいたいなとは思います。まあ、どうしてもお仕事があるんでね、一人にさせちゃうことが多いんでかわいそうですけど、その分一緒にいるね、こういう休みの日はなるべく一緒にいてあげようかなと思ってます。はい、では今日のクレオちゃんでした。